はい、皆さんこんにちは、登山の YouTuber りょうじです。今回ついに鷲羽岳アタックしようと思います。後ろですね、あちらです。1泊2日でね、新保から始めましたけど、三ツ松山荘に泊まって1時間20分下り1時間ですね。まあ、ここまで来ると緩いんですけど、ここまで道中すごい長かったです。18キロぐらい歩いてると思います。それでは鷲羽岳編始まりたいと思います。朝5時40分ぐらいですかね。登山道はねこんな感じです。約400メートルアップなんですけど、そこまで歩きづらくはないですね。で、景色がねあっち、ちょっと上隠れちゃってるんですけど、槍ですね。で、穂高アルプスの本当に奥のねところですね。やりっちゃいましたね。しようと思ったんですけど、山なんてことなんですよ。で、このままちょっと終わっちゃったらね、あれなんで、ちょっと帰り、このままね、天気悪くなると帰ろうと思うんですけど、各小屋の前をちょっとね、紹介しながら来たんですよね。北アルプスらしい、企画に考えて楽しんでいこうかなと思いますので、皆さんも楽しめるのが北アルプスのところなんで、はい、そんな感じで鷲羽今、巻き道ルートを歩いて下山をしてます。でもね、こっちも結構いいルートで、右とか見るとね、お花畑が広がっててね、山の稜線ルートもね晴れてたらしっかり見えるんだと思います。小屋が見えます。わかりますか？食べようと思います。受け取りはねこっちで、注文は玄関みたいですね。それではカルビ丼来ましたので食べてみたいと思います。美味しそうです。はい、それでは食べてみようと思います。カルビ丼です。いやー、カルビ丼美味しかったですね。でもなんか一番人気は多分ここラーメンなのかな。結構頼んでる人が多いです。はい、鏡平が着きました。ちょっと寒いんでね、多分ここかき氷が有名だと思うんですけど、かき氷寒くて食えないですね。
カフェオレですね、これは。カフェオレですね。最後の山小屋がね、わさび平でしたっけ、行こうと思ってます、名物のね、冷やし野菜を食べたいかなと思ってます。ちょっと人がね、結構いたりするんで、なかなかね、食レポがね、恥ずかしくてできないんですよ。それでこれうまいとか言ってたら、大きい声でやってたらなんか恥ずかしいじゃないですか、ね。まあ、とは言ってもね、最後なんでね、もう絶品野菜をお届けします。100円、バナナ100円、オレンジ200円、トマト200円ですね。じゃあキュウリとオレンジ食いますか。キュウリとオレンジ買えましたので、食べてみようと思います。会計は中でらしいです。じゃあちょっとキュウリいきますね。疲れた。チャイナ美味しいです。ありがとうございます。すごいなっぽくいいね。それではオレンジを食べようと思います。食べます。美味しかったです。ちょっとね、やっぱ人がいたんでね、あんま大きい声でね、うまいって言えなかったんですけど、うまかったです。はい、和芝、スゴロク編、これでちょっと終わりにしようかなと思います。8月ね、お盆私北海道にね、10日間乗り込む予定でいます。だってね、ちょっと更新が途絶えると思います。10日間山登って、結構過酷な登山する予定なんで、多分無理だな。はい、っていう感じです。ぜひね、チャンネル登録並びにコメントいただけたら嬉しいです。じゃあ今回、以上にしたいかと思います。ありがとうございます。